さん、こんばんは。ディーンでは飲み屋クーボーイキングタクです。買い物習慣を変化する、いろいろと変化します。まずは確かにやたらと多いもの、確か必要ないのに買ってしまうもの、いろいろなもの見ませんでしょうか。洋服とか日用品とか満載ですね。買い物日記を作るんです。買った日、買ったもの、値段、買った場所、理由、その他、その選択肢を必要として書くのがおすすめでございます。確かに、まあ挑戦してみてはいかがですか。ターゲットを作って自分ルール、そしておすすめのもの、いろいろチラシを見るのもいいですが、セールス品とか、まず本を読むまで新しいのは買わない。確かに記憶を残す、他の挑戦、あとはリソースを別のことに使う、あとはすでに持っているものを使う、必要な時は必要な分だけ、その注意点が大事です。まあ人の行動、環境状況、心理性が大事です。はい、挫折した時の立て直し方もそうです。はい、いろんなリストを作成してです。長用しちゃダメだよ。はい。ネットショップの場合は確かに全て停止。あとはまあデマの可能性もあるので気をつけてください。はい。おすすめはまず無視することが大事。ハードルを上げる。はい。で、まあ、お金というものも大事です。マニー。はい。セールスや数字が飛びついてしまうとこれ大変ですからね。まあ、欲しいけども騙されますね、これは。はい。覚えてください。というわけで、ポイントも、やっぱり使うときは使いますね。はい。まあ、ニーズと、その仲間ですね。はい。必要なものも満載ではございますね。はい。というわけで、買い物の習慣を変えるでした。バイバイ。